さあ他、ジョニシー行こう。ジョニシーのこんな次回予告は嫌だ。来週の芸人は恋恋の月。はい、帰れ。戻りなさい。もう緊張が。なんでそんな緊張すんねん。緊張してますよ。あ、そう、はい、お前の緊張が映んねんって。ミルキーなんかガチ、もうお前全然全然ガチガチしちゃうやん。全然、まあ、どんだけリラックスしてる。寝室の顔しとるやん。それはないです。いや、ええよ。知らんわそんなもん。本当に寝室はないです。何もまで言うの。さあ他、じゃあ行こう。木下、はい、木下のこんな次回予告は嫌だ。来週の芸人、なんもないわ。あるわ。何ペッて入っとる。心のそのやさぐれが出てきてもうてんねん。もっとアイドルやから可愛らしくしなさい。髪の色も変えろ。変えるやったらどこあるやつやぞそれ。さあ他、はい、じゃあ近藤行こう、はい、近藤のこんな次回予告は嫌だ。来週の芸人はアマゾン巨大魚スペシャル。後藤先生が食べられちゃったよ。爽やかに言うなよ。食べられちゃったよ。巨大なに？巨大魚。巨大の魚の手からもう。あかん魚。最後まで言わせろ。リラックスしてるのはいいね。ほんまやな。寝室みたいな顔してるやん。寝室じゃないですよ。地球の寝室の手で。